はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もバトルファンタズムやっていきたいと思います。今日挑戦するのはこれ、地獄の労働組合ですね。ちなみにお仕置き美魔女コンビ18手で倒すことができました。やり直しましたね。で、すべて20手以内です。ここも20手以内行きたいね。ただどんな異常状態があるか、それをちょっと知りたいところだな。まあとりあえず行ってみましょう。こいつか、遊び人のとこにいたやつね。周りからだ。いや周りだ。多分周りから倒していった方が良さそうな気はする。はい。一応チャージタックルして。あいつ聞いてない。意味なかったな。多分真ん中のやつ強そうなのよね。なるほど、これ全体攻撃相当痛いぞ。なので周りからまずは倒さんと。これ、効くね。回復していった方がいいか。いいよね、これは回復していった方が。ちょっと雫使います。回復しないとこれ無理だわ。で風切り、いやー最初から結構ミスったな。おい、結構強えな。まず周りの取り巻きから、おい一気に行ってしまわないと、これとてもじゃないけど20点以内は無理だぞ。チャージタックル周りには効くね。俺これ完璧にミスってるわ。ちょっと雫使います。いやミスった。分かった、とりあえず周りのやつらを倒していくんだ。で最初のヒューザーの攻撃から、周りに攻撃して転ばせていかないといけない。真ん中のやつは転倒効かない。転倒しない。はい、これ倒す順番本当にね超重要ですもんね。よし、 OK、 いいんじゃない。煉獄火炎で OK、 いいね。テンションはねいい感じになってきてる。じゃあ今なんてもう17手だもんな。17手の頃にはこいつをもう黄色ネームぐらいにはしておきたいところだもん。チャージタックル効かないっていうのはね。でも普通に通常攻撃はダメージ入るし、そんなに HP も高くなさそうだ。奇跡、これあれだもんね、呪文の威力アップって書いてあるけども、あれでしょ、特技なんかも2回発動することがあるんだよね。それ上かこういうの使っていった方がいいんだな。はい、2回行動とはまた別らしいからね。ドロマ無理か。いけ。2回攻撃はしない。お、来た。これ。危ねえ、ヒューザー危ねえ。いや、でももう倒せるよ。はい。ちょっとかかりすぎたかな。21手。一回やり直します。やり直し。お、ヒューザのテンション溜まったね。まあ、とにかくこのデスワーク、こいつは、もう最後だ。まず周りの攻撃力が高いんで、こいつらから、なんとかしていかないと、話になりません。
最高度がねどんだけ出るかによってだいぶ変わってくるからね。いいね。でフーラの精霊の風、あれもかなり重要だね。うん、超重要。悔しいぞ。いいね。どん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 ねテンション溜まっていってくれればいいんだけど。おーし、まあ、この運がね結構絡むところがこの難しいところではないでしょうか。まずこいつにレボル打っとった方が良さそう。うん、攻撃倍率が上がるようにしとった方がいいよね。チャージタックル、ナイス。いい感じ、ほんといい感じ。あーでも精霊の風は今回打てそうにないな。でも大丈夫よ、そのままお背負手で倒していけばいける。アングシアはなんかないやん。 75% にはなりそう。おお、来た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 よ。 OK、 あもうこれ完璧だわ。百裂なめでひるみはしないんだな。うん、完璧、むちゃくちゃ入る。ドルモアいいね。んーでここで不死鳥天部入れちゃいなさいよ。倒しきれんか。まあフーラやられたけどもこれで倒せそうですね。よーし、早かったんじゃない。なんて13ってむちゃくちゃ早くなかった。むちゃくちゃ早かった。よーし、はい、13手でいけましたね。これは最高記録だ。では次がですね、悪霊の神々。おということはバズズとアトラスと、ああそっか、うんうん、まあ多分3体同時に出てくる感じでしょうけども、まあ問題なさそうですね。はい、次はこれ新悪霊の神々やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。